おはようございます。今日も最高の一日にします。これからジムに行きます。帰ってきました。雪が降ってます。寒い。おはようございます。今日も最高の一日にします。今日で今の店舗ラスト勤務です。頑張ります。今日は2020年で一番最高の一日でした。おはようございます。今日も最高の一日にします。今日も最高の一日でした。おはようございます。今日も最高の一日にします。今いろいろ家で考えてたんですけども、なんかじーっと考えるよりかはなんかジムでなんか有酸素マシンの上とかで考えた方が、体を動かしながら考えた方がいいアイディアが浮かぶんじゃないかと思うので、ジムに行きます。今筋トレから帰ってきました。だいたい有酸素を1時間、筋トレをだいたい15分ぐらいねしてきました。で、今日は有酸素をしながらいろいろネタを考えてたんですけど、なぜ筋トレをしてるんだろうっていうことで、私がふと思ったのでそれを話していきたいと思います。はい、私が筋トレをしている理由を今回は3つ紹介します。はい、では筋トレをする理由の1つ目、これは健康のためです。健康のため、いくら物を捨てたからといって必ず残るものは自分の体ですよね。自分の体、自分の体が壊れてしまうと元も子もないと思いますので、運動をして健康に気を配っていつまでもやりたいことをやる、そのために筋トレをしてます。はい、では理由の2つ目です。2つ目はかっこよくなりたいからです。もうそれだけです。はい、3つ目の理由がシンプルな服が似合うような体になるために筋トレをしてます。
まあ、ミニマリストになる前からシンプルな服は好きだったんですけど、やっぱりまあ華奢だったっていうのと、あとはやっぱ服でどうにかかっこよく見せようと思って、まあ、たくさん着込んだりしてたんですが、まあ、ミニマリストになった暁に、まあ、物を減らしていくその過程で残ったものがもうシンプルなもの、例えばもうこれユニクロ U のロンティーなんですけど、もうこういうシンプルなものしか残らなくなったので、より自分の体を生かしてかっこよく見せるしかなくなったんですね。なくなった、はい、で、まあ、まだ冬なんでいいんですけど、夏になるとここがこう、もうカットされちゃいますよね。カットされちゃう、まあ、そのためにも今のうちにこうかっこいい体を作って、まあ、白色の T シャツでもかっこよく着こなせればいいなというところで、私は筋トレをしてます。まあ、以前ゴールドジムに通ってた時にすごくかっこいい人がいたんですね。少しおそらくモデルさんで、少し、まあ、こんがり焼けていて程よく筋肉がある。で、その方は白 T をこう着ながらトレーニングをしてたんですけど、もう私の目から見てその白 T はもうハイブランドだとずっと思ってたんですよ。ハイブランドで、まあハイブランドだからかっこよく見えるのかと思っていました。で、ふとその方が腹筋をしている時にこうタグが見えてたんですね。タグが、後ろのタグ、そのタグがなんとセブンイレブンだったんです。セブンイレブンの T シャツでこんなにかっこよくなれるんだって、こんなかっこよく見れるのはこの体があるからだと思って、そこから私もその方をもうモデルとして頑張っております。この夏はそのタンニングマシン、日焼けマシンにも入りながら少しこんがりと焼けていこうと思います。まあ、まだあと半年あるので、ゆっくりとこんがり、この床ぐらいですね、こんがりと焼けてかっこいい体を、かっこいい男を、かっこいい、まあかっこよくなりたいと思います。はい、この3つが私が筋トレしてるベスト3です。ベスト3、ちょっとこのような、何でしょう、こうがっつりと話すような動画を初めて撮るので、すごくこう間が空いてたり聞きにくい部分もあったかと思うんですけども、また慣れてきたら同じ動画を出しますので、お楽しみにしておいてください。ちょっとふと今の現状をこの動画に残しておきたいなと思いましたので、ちょっと撮らせていただきたいと思います。公開いたします。では現状ですね。現状、あまり細いのであまり見せたくはないんですけど、もう仕方ない、残しておきたいので脱いでいきます。はい、これが現状です。もうめちゃくちゃ細い、逆に白いから少しなんかむくっと見える感じですけど、まあ、これから大きくしていきます。腹筋もこれはライティング効果ですね。ライティング、もうお腹力入れると結構出るんですけど、まあ、これから食事にも気をつけて絞っていきたいと思います。少し焼けるとこういうカット、筋肉の境目が見えてくるんですけどね。今はライトを頼りに、はい、やってます。はい、背筋もですね、鍛えるとこういうラインが出ます。はい、まあ、背筋をもっとつけたいですね。背筋と胸筋つけたいですね。あと腕と肩、もう全部ですね、全部。はい、背中です。背中なんてあんまり自分でも見れない部分なので、こういうのに残しておくと
また次の機会ですね、楽しいかなと思います。はい、今はこんな感じです。皆さんもですね、筋トレしてる方はぜひ一緒に頑張っていきましょう。いい筋トレがあればコメント欄にもぜひコメントをよろしくお願いします。